皆さんこんにちは、じゅんこです。今日は前回に続いて Amazon USA さんで購入したもの、その中でちょっとおすすめできるではないかなというものをご紹介したいと思います。前にですね、脇汗ですね、そして匂い対策として紹介させていただいたこちらの商品、覚えていらっしゃいますでしょうか。まあ私かなりおすすめしています。アルミニウムの方が入っています。ですので敏感肌の方にはちょっと染みてしまったり、こうピリピリしてしまうと思うんですが、匂い対策そして脇汗ですね、そちらの方には最強レベルに近い効果があると思います。私が前回ご紹介したこちらの方はオリジナルのものです。それにさらに上のマキシマムストレングスというものも出ていると思います。そしてこちらですね、緑の方、こちらの方はコンフォートといって、こちらにレベルの方があるんですけど、三つ星の間の1となっています。この緑のタイプはですね、まあ毎日用ということで刺激もオリジナルに比べたら抑えてあるということです。私の場合はですね、こちら使うときはやはりピリッとするんですけど、そういう対策として濡れたコットンですね、お水に浸したコットンにこちらの方のロールをつけていただいて脇につけるという方法もあります。またはですね、シャワーを浴びた後ですね、脇が濡れた状態の時にこちらをつけることもできます。こちらのオリジナルの方はですね、私の場合一度使うと3日間ぐらい効果が持続します。それはシャワーを浴びても同じ感じですね。匂いだけではなく汗を抑えるという目的では毎日使う必要があると思います。ただですね、まあ毎日使っていると肌が慣れてしまって心配という方は、お家にいる時ですね、あと外に行って汗をかいたり匂いの方がそんなに気にならないという時は、こちらのコンフォートタイプでちょっと肌を休ませてあげるというのもいいと思います。アルミニウムに関してはですね、かなりまあ発がん性があると言われて問題にはなっているんですが、過剰な使用ですねではない限り肌の中に残ったりとか、がんにつながってしまうという心配はほとんどないと思います。ただ刺激が強いので肌が荒れてしまうという方はやはり避けるべき成分だと思います。そして先ほどの商品と同じ感じなんですけど、こちらサーテンドライというものなんですけど、箱の中を開けるとこのような感じですね。かなりお値段の方も違います。こちらの方はかなりお安くなっています。こちらに比べると量の方もですね、こちらが25ミリ、そしてこちらは74ミリ入っています。約3倍ですね。そしてお値段の方も確か3分の1くらいだったと思います。こちらの方も同じくロールオンタイプになっています。そして私が購入したタイプというのがエブリデイ、毎日使えるものですね。こちらのタイプと同じ感じになると思います。そしてこちらの方もですね、2タイプあると思います。こちらは好きなんだけどちょっとお値段の方がという方は、こちらの方もおすすめできると思います。レビューの方を見るとですね、ものすごく汗をかく、匂いが気になるという方ですね、最初の方はいいんですけど、やはり何ヶ月間も使っていると持続する効果がだんだん短くなってくるという方もいらっしゃいます。ただこちらの方もですね、まあ私の場合は3日に1回の使用量なんですけど、1個で多分半年ぐらい持ちます。こう何度もコロ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 つけるもんじゃないんですね。3往復ぐらいするともうすでにこう全体的に伸ばせるので、25ミリといって量は少ないんですけど、かなり長持ちします。ただですね、こうちょっとこう刺激の強いものよりも弱いものから始めたいということでしたら、こちら。匂いや脇汗の方、
同じぐらい効果があります。ただ持続性という面では先ほど紹介した方があると思います。その日のアクティビティですね、行動によって使い分けるにはこの組み合わせはいいんじゃないかなと思います。こちらですね、足にも使います。ですので、まあ、お仕事をされて長い間靴を履いて汗が出てしまって匂いが溜まってしまうという方ですね、ぜひこちらの方、最初のうちはですねコットンを湿らせて、こちらの方をロールオンですねつけて、それをこう指の間につけていただくといいと思います。そういう感じで使うこともできるということが紹介の方にあったので、ぜひ脇汗だけではなく足の汗が気になる方はそういうふうに使ってみてもいいんじゃないでしょうか。次にご紹介するものはこちらになります。ちょっと見た目でわかるかな。こちらですね、トリマーといって鼻毛とか眉毛をトリムするものなんですけど、こちらですね、まあ女性が使う電動カミソリありますよね、あちらのミニバージョンです。で、私はですねこの顔に使って、眉用が結構こう細めなんですけど、それをこう入れて使おうかなと思ったことがあるんですけど、かなりですね幅の方が広いので、こう鼻に入るんですけど、こうグイーってやるとこう鼻の穴を広げてしまって、この団子鼻がさらに団子鼻になってしまうんですね。そしてたどり着いたのがこちらです。お値段の方もですね15ドルぐらいからのものがあるので、日本円にすると1300円から1400円ぐらいですね。寿命の方がですね、まあ、電池なんかを入れ替えても2年ぐらいですねしか持たないんですけど、アメリカの商品はですねもともと電化製品もそうなんですけど、そんなに長持ちするように作られていないので、こんな感じのお値段になってると思います。鼻毛ですねなんですけど、こう丸いタイプで鼻に入れていただいて、中のスプリングが回って毛を切るというタイプがほとんどだと思うんですけど、私あれ音が苦手なのと、まあ、鼻の中にスポッとこう丸く入るのはいいんですけど、たまに絡まるんですね。特にこう電池がなくなってきて勢いがないのを忘れていて、こう入れてしまったりすると毛が引っ張られて痛いっていう時があるんですね。こちらはですねそういうことが全くありません。もう入れていただいて、こうクイーンってこう縁をたどる感じでがっつり剃れます。ただもう本当にこちらの方つるんとした感じになるので、コロナが流行っている今ですね、ちょっと鼻毛もとっても菌が入ってこないためにこう必要なものだと思うんですね。なんですけどアラフィフ世代の私たちですね、こう予想もしないところから毛が生えてくる年齢なんですね。例えばこう顎の下とか、今までは存在しなかった毛穴からですね毛が生えてきたりするんですね。これは女性に限らず男性陣もそうだと思います。こう必要な毛はなくなっていくのに、必要のないところから生えてくるという感じなんですね。で、鼻毛ちゃんもですね、油断してると本当に長さがすごくなってくると思います。人間の体ってよくできていて、例えば交通渋滞の激しいところですね、そういうところでちょっと空気が汚れているところだと鼻毛というのはすごく伸びが早いそうです。体を守ろうとする原理だと思うんですけど、そういうことを含めてあまりこうつるんとした状態は良くないとは思うんですけど、私の場合はですねちょっと忘れちゃうことが多いので、まあ思いついた時はがっつりつるんとしておこうかなという感じでこちらの方を使ってます。ですので、まあ同じように1回でこうある程度がっつり剃りたいという方はこちらおすすめの一品です。こちらの方ですね、こんな感じで取り付けていただいてですね、眉の方を整えるということもできます。
ただまあ私は鼻毛専用として使っています。電池の方も AA、 こちらのタイプ1本で大丈夫です。電池の方もですね、このように表示してありますので、まあ、入れていただいて蓋をするといった感じです。これくらいの音です。そしてですね、こちらここに電池がついているので、こう鏡を見ていただくときちんと鼻の穴の中が包み隠さずはっきり見れるので、こう隅々までツルツルにできると思います。はい、ということで今日はですね、前回に続き Amazon USA さんで購入した商品の中でおすすめできるもの、脇汗、脇の匂い、鼻毛ですね、それらの対策商品を紹介させていただきました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた。